みくじタイム。今日の運勢は、はい、さあ何が出てくるのでしょうか。なんかコメントに困るな。はい、ということでやっていきましょう。どうもラルでございます。末吉ということで、今回はですね、スマホ版にアンコラ戦争、今回は本枠の方でやっていこうかなと思います。で、今回ですね、やっていく内容に関してはこちら。今回も本枠の方で新レジェンドステージ海賊王商店街に挑戦していこうかなと思います。リベンジなるか。さあ、ということで早速やっていきますか。で、とりあえずですね、まあバタリアンで止まっているわけなんですけれども、このステージね、なかなかどぎついやつが出てきたんだよね。確かだよね。そう、もう白も白だし敵も敵なんだよ。なかなか厄介なんで、どうだろう、リベンジできるかな、ちょっと不安ですけれども、やっていこうかと思います。いや、まだ4箇所目だよ。まだまだステージあるからね、もうここで積んでる場合じゃないよ。で、どうしようかな。編成一旦考えましょう。よし、ということで完成でございます。まあ、前回使用した編成の方ですね、まあ、若干崩してやっていこうかなとは思うんですけども、まあ、本当に若干ですね。まあ、どうだろうね。いや、もう不安 100% なんですけれども、まあ、まずはですね、まあ、終点がてらやっていこうかなと思います。まだ今日はね、ウォーミングアップしてないんでね、とりあえずね、ウォーミングアップがてら、バタリアンに挑戦していこうかなと思います。どうしよう、猫もはいいか、使わずに、とりあえず使わずにやってみて、まだもうダメそうだったら使っていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。それでは早速参りましょう。さあ、ということで早速やってまいりますか。もうね、取り巻きのゾンビがもうめんどくさいんだよ。本当にめんどくさいから、その辺とりあえず、そうだ、これ序盤からね、ちゃんと壁の方も出していかないと。で、途中からなんだよね。もうほんとトロリンチョのね、あれ何体なんだろう、多分3体ぐらい出てきたんだよね。あれが本当にマジで厄介だからね。で、まだ出てこないんだっけ。あれ、なんかもうじきゾンビの方が出てきそうな感じがしたんだけど、あれ出てこないんだっけ。ちょっと待って、もう忘れた。あー、来た。あー、よかったんだけど、いやー、そうなんだよね。で、潜って出てきた瞬間、とりあえずニャンまで一旦ちょっとね、これ倒して、ここでいいや。とりあえず、これでとりあえず倒していかないとなんだよね。あー、いけ、あばらばら、もう何やってんの、もうこれ。ここがマジで苦手なんだよ。もう勘弁してもらいたいな。よし、で、とりあえずね、この古代ワンコの方を倒しまして、どうしよう。これ引きつけたいよね。あー、びっくりした。ちょ、こんなタイミングで復活しないでください。もうびっくりしたな。オッケーオッケー。で、一旦待ちましょう。そしたらですね、ガンガンいろんなのが、あー、まだ出てくるか、取り巻き。もうこの城ね、もうほんと、やられましたね。じゃあ、とりあえずまたニャンマでね、おいで出して、やっていきましょうか。いや、ダメだ、もう不安でいっぱいなんだけど、ダメだわ。いやー、でも、まあ、今のところまだちょっとお財布ダメの方が若干できてるんで、これは、行っちゃうか。まあ、行っちゃうから、まあいいか。よし。こっからだよ、こっからどうなることやらっていうところでございますけどもね。もう不安でしかないけど。さあ、ということで、ボス戦開始でございます。で、とりあえず、まあ、引きつけましょうか、一旦ね。まあ、このニャンマの方は、まあ、でも頑張ってる。めちゃくちゃ頑張ってる。いいね。よし。さあ、こっからちょっとじわじわいろいろ出してまいりますかね。だいぶ最後の方もね、溜まってきたことでありますのでね。そうだな。いやー、難しいな、これ。ちょっとね、これ難しいよ、マジで。悩むよ、本当に。出すキャラクターが本当に悩む。あばら、もうやめて、マジで。ちょっと、もう危ない。よし、初号機頑張れ。危ない。よし。いいぞ。で、あとはそうだな。まあ、とりあえずゾンビが溜まってきたら、やばいなと思ったら、ちょっとエンジェル砲打ちつつですね。とりあえずやっていこうかと思うんですけど、このトロリンジョが倒れてくれないとね、ほんと、やばって、危ない、落ち着け。どうしよう。いやー。これ何とも言えないな。まだちょっとエンジェル砲を撃つタイミングではないような感じもするんだけどね。もうやばい、じわじわ押されてるんだけど、これどうしよう。いやー、怪しいぞ、これ。ちょっと待って。怪しい。あー、ミスった。なんでそのタイミングで撃った。やばいぞ、これ。待て。一旦とりあえずトロリンチョで一旦倒そう、これ。いや、行かないか。あー、これダメだ。これ、ちょっとダメっしょ、これ。これ、あー、じゃあ、よし、まだ、頑張れる。よし、あともう1体、2体か。2体、このトロリンチョ、よし、来た。あともう1体だ。
よし、これでやるじゃない、いけるんじゃない、おらららら、来た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 、あ、危ない危ない、こだいまんぼうが、やばい、で、とりあえずノックバックさせようか、じゃないと、攻撃が、ノックバックしてよ、あー、危ない危ない、あー、初号機が、いや、まあ、よく頑張ったんじゃないですかね。あ、でもなんかこれさ、いけそうじゃない、いけそうな、あ、よしよしよし、オッケーオッケー、で、これ射程だと、あ、ダメか、ちょっと待って、危ない、あー、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、もうこっから、あ、これだとね、キャノンブレイクがいいなーなんて思うんだけど、危ない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 、あ、しかし、オッケーオッケー、ここ、この射程だったら全部さ、あ、いけそうじゃないこれ、あ、もうやめろ、後ろ、やばい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 、動いてる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 、とりあえずどうだ、よし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 、オッケーオッケー、よしよし、早く倒れな、なんでどうだ、次のロックバックできるかな、あー、よし、来た、よし、やばい、いやー、なんとかもう、命からがらだよね、不安定すぎるんだけど、あ、でもなんかいけそうだね、もう来んなよ、マジで、え、これで来たら絶望的だよ、マジで、もうどうすることもできないからね、いやー、いや、勘弁してもらえた、ミャンマーが消えちゃったよ、もう、よし、オッケー、またとりあえず再登場させまして、よし、よし、ここまでくらい大丈夫だね、あー、もう、クロキャス、よう頑張ってるね、いやー、本当に、いい子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 でございます、はい、いや、だって、次何人で行くんだろうね、ちょっと怖いけど、まあ、頑張っていきましょう。さあ、ということで、お次でございます。何これ?タイタニクや。どういう意味?わかんないけど、とりあえずやっていこうかなと思います。編成どうしようか。さすがにもうなんかゾンビとかは出てこなさそうな感じがするんで、一旦ちょっとこれ戻しましょうか。はい。で、あとは、そうだね、マスターのところを、またなんかあれじゃないのかな。波動出すキャラクター出てくんじゃないの?ハニワンワンとか、その辺がなんか出てきそうな感じがするんで、一旦そうだな。まあ、この辺また元に戻しましょう。はい。とりあえず一旦これでやってみます。はい、でエンジェル砲の方はキャノンブレイクにして、またとりあえずね、どうせ負けるかなと思うんでまた編成変えるなりで、やっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ参りましょう。肉や、よし、ということで次やっていきましょうか。いやでもよかった、勝てて、いや本当に一安心でございますよ。これで勝てなかったらもう本当に、あ、てか悪魔なんだね。あー、おいおいおい、ちょっと何、今度は悪魔で攻めてくるんか。ちょっと微妙だな。待って待って、あれキャスでさ、レッパロ、うわすごい、何これ、何何何何これ、大行進なんだけど、ちょっとミスったわ。うわー、これもう戻れないもんね、もう戻れないもんね。ちょっと、とりあえずお掃除しようか、お掃除しようか、もしかしたらちょっとなんとか早く、とりあえずちょっとこれレッパで、うわー、いや早っ、ちょっと待って、まずいぞこれ、危ない危ない、とりあえずとりあえずとりあえず、よし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 、危ない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 、びっくりしたわ、オッケーオッケーオッケー、危ない危ない危ない、何よな、さっきの大群びっくりしたんだけど、いやー、で、こっから何で行くんだろうね。そうなると、でもなんか悪魔中心なんで、まあ7割悪魔、その他古代種みたいな感じなのかな。その辺わかりませんけれどもね。どうだろう、なんかさ、さっきのステージが、思いのほかだいぶ時間があったんでね。どうしようか。次のステージどうだろう、いけるかな。まあいいや。まあとりあえず状況見ながらまた、決めていきます。はい、来ました。はい。名前なんだっけ、もう忘れちゃいましたけど、まあコアラ家の悪魔バージョン来ましたね。あとは超超超でございますけども。あれ、こいつ何、レッドなんだっけ、あ、波動か、あ、波動か、波動か、オッケー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 、ちょっと待って、なおさら猫タコなぜ出さなかった、ちょっと、おい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 、ミスったわ、マジで、ちょっと待って待って待って、一旦落ち着け、一旦落ち着け、一旦ちょっと待って、猫タコをとりあえず合流させたいんだけど、あ、ちょっと、うわー、ミスったわ、マジで、そのタイミング出てくるんだね、まあ意外となんか若干読みが当たった臭いような感じもしますけどね、うわ、来た、あー、嫌なの来たよ、これ。もう、これだとキャスがダメなのよ、これ。まあ、ニャンマだといいんだ。オッケー、ちょちょがいけた。よし、オッケーオッケーオッケー。よし、これは、よし、これ大丈夫じゃない?これ。これなんとか、いけそうだね。あ、オッケーオッケー。肉屋はいけそうですね。あ、よかった。よし。オッケー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 。いいぞ、いいぞ、いいぞ。肉屋いけそうですね。はい。いやー、で、何?次でラストなんだっけな?どうしよう?ラストだったら、次回一本で動画でちょっとやろうかなと思うんですけど、もう一箇所まだ、ね、次が何箇所目なんだかちょっとわからないんで、まあ いや、とりあえず次のステージが何箇所目からで、ちょっとね、この動画切り上げるか切り上げないかちょっと決めていこうかなと、思います。はい。まあ言うてね、だいぶ最近ね、口の調子は良くなってきたとはいえですね、長丁場するとね、悪化するのかなと思うんです。まあその辺は、状況見ます。はい。よし、行きました。で、1、2、3、4、5。あ、これでラストじゃないのこれ。お、これでラストだ。なるほど。はい、ということで、これでラストなんだね。インデペンデン
ス亭でございますね。全然食欲湧かなそうな店の名前なんだけど大丈夫かこれ。ということでとりあえず次回やりましょうか。多分ねこれね俺の予想なんだけど多分新敵が出てくるんじゃないのかなと思います。まだねあの敵のやつがハデナのキャラクターの方が何体かいるんでなんか出てきそうな感じがするんでね。で多分ね勝てる自信がほぼほぼないんでちょっと次回ね丸々一本このステージでちょっと動画の方でですね尺取ろうかなと思うんで、次回やっていこうかなと思いますのでよければ見ていただければなと思います。まあとりあえず今回ですね、無事2箇所クリアできたのでまあ収穫としてはいいんじゃないのかなと思うので思うので、また次回頑張っていこうかと思います。ちょっとね、滑舌が悪いんですけども、まあ、そんな感じで今回の動画はこれくらいにしたいと思います。ということで、今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。インデペンデンス。